こんにちは、ヨッシーです。今日のオラクルカードはこちらのカードが出てきてくれました。今日はですね、もし自分が、気持ちがこう倒れてしまった時に、どうその気持ちを、持ち上げていったらいいのか、そこから復活していったらいいのかをカードに聞いてみました。っていうのはですね、今、旅で出会った方と話したり、いろんな方と、出会う中で、そっか、なんか変容の時が来ている。あ、皆さん、すべての方がではないかもしれないんですけども、変容の時が来ているのかなっていう感じがしていて、まあ、中には、ちょっと体の調子が悪いとか、体と心ってやっぱり直結していると思うので、そういう方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、周りの方が今まで周りにいた人たちが変わってきているっていうような話も、この前会った、人と話をしていたんですけども、その変わるっていうことは決して悪いことではないんですけども、でもその変わっていくことでやっぱりその悲しくなったりとか、中にはなかなかこう倒れちゃって、はい、生え上がるとか、大変な人もいるんじゃないかなと思ったので、カードに聞いてみました。で、何回か動画でお伝えさせていただいてるんですけども、私は、その自分の親との関係の中で、その、まあ、幼少時期、なかなかその、ですかね、なかなかというか、本当にその愛というのを感じられないかったので、その土台がすごいできてないですね。その土台は何かって言いますと、それは自分がそう思っていることなんですけども、やっぱり自分が親を選んできてとか、自分でその今世の、人生のシナリオを書いてきたっていうのは、お聞きになった方も、なんかたくさんいらっしゃるように思うんですけども、私もそれはそう思っています。そう思っているんですけども、やっぱりそうなんですけども、その中でも、まあ、そうは言ってもというか、やっぱり実際その、自分の小さかった頃、なかなかそのやっぱり親に、まあ、愛されていないと感じていることで、すごい土台が出来上がってなかったんですね。なので同じような、環境の方はやっぱりそんな思いもしていらっしゃるんじゃないのかなと思ったんですね。やっぱり子供の頃はやっぱりその受け取ることの方に意識がいくというか、与えて与えられるっていう意識よりも、やっぱり愛してくれる、認めてくれる、話を聞いてくれるっていう、その受け取る愛をすごく子供は、求めているんじゃないかなと思うんですね。で、そういう中で、その、しっかり話を聞いてもらえた、存在を認めてもらえた、愛してもらえた、愛してくれたっていう、ことがしっかり自分の中にインプットされていると、もうしっかり土台が出来上がっていくと思うんですね。でもそれがないと、やっぱりその土台はグラグラしたままだと思うんです。なのですごい、数年前、まあ、ある、児童養護施設でちょっとボランティアさせていただいた時も、そこの先生もやっぱりみんなまあ、全ての、生徒さんではないと思うんですけども、やっぱり結婚してもうまくいかない、友人関係もうまくいかない、まあ、仕事もうまくいかなくて転職を繰り返すっていう、方が多いっていうことを言ってらっしゃったんですけども、やっぱりその土台がやっぱりグラグラしてるからなんじゃないかなと思ったんですね。で、その土台を作るのにはやっぱり自分で私は実際セラピーを受けてないんですけど、セラピーを受けてみるとか、いろんな方の本を見てみる、動画を聞いてみるとか、話を聞いてみるっていうことで、自分の中
にその愛を埋めていくっていう作業が、必要になってくるんじゃないかなと思って、自分からそういうふうに、していってるんですけども、で、こちらのカードなんですけども、これは、まあ、話が、前に戻るんですけども、その、もちろん、親にしっかり、愛を育んで、いただいて、そういう家庭環境であっても、もちろん大人になって、人間関係で、嫌な思いをしたとか、まあ、ちょっと恋愛でうまくいかなかったとか、そういうのは、家庭環境関係なく、誰でも、起きることかなと思うんですけども、そこでのやっぱり違いは、一人でそこから、まあ、いろんな、大変な思いをしながらも自分で、やっぱりこう、起き上がれる方と、なかなか、やっぱりもう、起き上がれない方、いらっしゃると思うんです。なんですけども、私が伝えたのは、どんな家庭環境であっても、その、自分で、その土台がグダグダしてたら、自分で愛を埋めていくっていう作業をする場合は、もちろんその場合の、愛ある努力というか、自分のための、努力は必要にはなると思うんですけども、どんな人でも本当は、本当の、自分の、奥の自分、みんなすごい強い光を持ってる、本当は一人一人の魂はすごい強いじゃないかなって思ってるんですね。なので自分が思うよりも、みんな本当はすごい強いんだって、そのカードはだから大丈夫ですよって伝えてくれてるように思います。で、そこから自分へのそのそういう、まあ、落ち込んだ時にこそ自分への愛情の目覚めが生まれてきて、で、そこから痛みを知ったり、人を思いやることができたり、強くて優しいものを手にすることができるんじゃないかと思うので、思うんですね。で、そういうその作業なんですけども、じゃあ起き上がるのをどうして引っかからないよなんていう方がもちろんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりそこでその、その時に、そのタイミングで、見た映画ですごい、あ、もう一回頑張ろうって思えたり、その時聴いていた音楽で、あ、もう一回立ち上がろうと思えたりすると思うので、そういう芸術っていうのもとても重要だって思うんですね。私の場合は本当に嵐の曲で本当に救われました、はい、ちょっと余談だったんですけども、で、そういう音楽や映画、本でも、まあ、もちろん何でもいいですけども、自分の好きなもので心が、あ、やっぱりもう一回頑張ってみようと思えた時に、もう一度自分の、夢を、夢がないよっていう方も、あ、なんか自分が楽しそうって思えるようなことを何かなって考えてみたりして、あ、そうだ、ああいうところに行ってみたいとか、あ、ああいう人と巡り合ってみたい、あ、あそこ楽しそうだから行ってみたい、何でもいいと思うんです。そういう自分が、いいなと思うものを一つでもいいので、そう、思い描いてみる、何度でも思い描いてみる、で、自分の中に、またこう愛を埋めていく、で、その作業をしていくと、また流れ、いい流れがやってきて、自分で、そうなんです、いい流れを作っていく、作っていける、そうなっていくと思うので、私もまだまだなんですけれども、そうやってまた、人生を、何度でも、自分の幸せのためで、自分の幸せは周りの人の幸せでもあるので、やっぱり幸せのために何度でも歩いていこうと思います。今日もちょっと長くなってしまって、ちょっと手ぶれもすごいんですけども、ご視聴いただきありがとうございます。では、即興いたします。
この光、なんだろう、こんなに輝いてる。これはね、みんな、一人一人が持ってる愛の光なんだよ。その光が集まって、この地球ができているのさ。地球は、本当は愛がいっぱいなんだよ。みんなにも、雪崩のごとく、たくさんの幸せが、降り注ぎますように。ご視聴ありがとうございます。ヨッシーでした。ではまた。またね。バイバーイ。